そう。まさかこんなに効果があるなんて思うわけがないよな。鷺宮恵って知ってるだろ。告白しようと思うんだ。え？どうせ恵に飲ませる方法なんて考えてないんでしょ。大出血サービスで恵には私が飲ませておいてあげるわ。おはよう。鷺宮さん、うん、やっぱり高嶺の花だよな。せめて友達になりたいもんだよ。お？あいつうまく飲ませてくれたな。サンキュー。もしかして惚れ決めの予想外の副作用とかなのかな。まあ放課後に薬学同好会の部室まで来てよ。そうすればわかるから。待って、まったくミソったら。ここに来ればわかるって言ってたけど。ま、逆算してきなよ。お前そういうこと言うなよ。しょうがないわよ。一縷の望みだった惚れ決めもどうやらダメだったみたいだし。ダメ？初めに惚れた気持ちがあるとか関係なく影響が出ちゃってる感じなんだわ。これが鷺宮さんは平気なんだな。平気よ。放っておけば抜けるから。そういうわけだから、ほらさっさと行きなさい。めぐみはもう教室を出ちゃってるわよ。ほらさっさと行く。向井山くん、あの体調が悪いの？え、あ、ちょ、あの鷺宮さん、向山くん、ミサがここに来るように言ったから来たのだけれど、向山くんはどうしてここに。その鷺宮さん、ううん、めぐみさん、俺はあなたが好きだ。めぐみさんは俺のことどう思ってるの？私はあなたが欲しいの。はじめくんが欲しくてたまらないの。めぐみさんいいんだな。うん、はじめくんのこと好きだから、お願い、私の初めて笑ってください。猿じゃないんだからよくやるわ。諦めさせて傷ついたところをとか思ったんだけど、作詞作に溺れたわね、私としたことが。というわけでいい感じでまとまったかに見えた俺たちでしたが、世の中はそんなに甘くなかったわけで。またまたミサったら冗談が好きなんだから。だから冗談なんかじゃないんだよ。だからさ、なんでミサが彼女で私が二号さんなわけ？そこはやっぱり後から来た方が遠慮して一歩引くべきでしょ。あれあれあれ、だってめぐみってば小石に後先関係ないって言ってたじゃん。うん、いいわ。
めぐみと私、二人の惚れ決めを作ってはじめに飲んでもらう。え？うん、互いの惚れ決めを飲んでもらった上で、はじめくんに決めてもらえたんなら、その意向に従うよ。というかさ、はじめはきっとどっちも好きなはずだから、これはもうより気持ちよくしてもらった方が制裁ってことになるのかな。